お疲れ様です。今日はニャンコ大戦争をやっていきます。ニャン。はい。ということで、今日なんですけど、前回ね、宇宙編のもう3章クリアしたんですよ。だから、この日本、未来、宇宙すべてクリアしたわけで、次何するのってとこで、もうちょうどいいものになりました。はい。今日は、レジェンドストーリーやっていきます。はい。でもやったんです。でもだいぶやったんです。でも気づけばラストステージです。はい。早いです。ごめんなさい。なんか各ストーリーがあって、各ストーリー6ステージぐらいあるんですよ、これ。だから、今50なんで合計約300ぐらいもうやってるわけですよ。やばいよね。毎日1ステージやっても1年ぐらいかかっちゃうんですけど。まあ、それのもうラストボス、ちょっと来たので、今日はこの太古の力をね、挑もうと思いますが、なんかその前に今夏休みってことで、イベント価値ある、猫の夏休みね。なんか前もこれ、聞いた気がするガチャ。だからカブト猫もクワガタ猫も持ってるんですよ。てか、あれだ。網がね、まあ、この、新しくね、アーマードホタル猫が出たみたいなんで、ちょっとゲットしたかったんですけど、まあ、どう見てもこれ、G にしか見えんけど大丈夫そうこいつ。ってことで、まあ、いろいろそういう、これっすね、猫の夏休み。これでもやると、網とかもゲットできるって感じかな。はい。まあ、今日は古代研究所、これラストクリアします。で、まだ一回も挑戦してないんですけど、もう事前に攻略サイト見て、準備して、まあ、対浮き、浮いてる敵が多いらしいので、まあ、そこを意識したのと、俺の最強ね。はい。ガチャゲンキャラ。この限定がね、強すぎて、白身玉と、まあ、黒キャスリー。ここの2体がね、ほんま最強です。はい、なので、ここ2体入れつつ、いきます。まあ、一発クリア。はい。一発つもね、アイテムは、まあ、使わなくてもいけるっしょ。はい。って気がしてます。はい。よし。まあ、まずね、金貯めます。金貯めて、いや、言うてなんかパーティー強いから、いける気しかしないんですよね。あー、来た。猫ブンブン先生のミニ版ね。やばい。なんかこれでもう負けそう。嘘やん。いや、さすがに。おい。いや、多分余裕で勝てると思います。ラストステージなんですけど、なんかラストステージって言っても、この、あ、なんか、いくつ機械やん。お、でも、この足止めがね、いいやつ出してます。はい。やばいかな、これ。いや、頑張れると思います。頑張ってほしい。おめちゃらたち。あ、猫がボコボコにされてる。ちょっと待って。でも、白身玉の足止めあるんで、足止めしながら、頑張れるよ。頑張ってほしい。あ、そうで、結局このレジェンドクリアしても、この後なんかまた新レジェンドみたいなのが始まるみたいな。無限に続くっぽいよね。え、こいつラストボス？なんか余裕で勝てるそうじゃね？大丈夫？これ勝ったら、もう今日の動画終わりです。え？なんか、負ける要素がないよね。しかもアイテムなしよ。やばくない？まあ、2倍は使ってますけど、2倍だけ。もうラスト1ステージです。レジェンドストーリー。え？マジ余裕で勝てそう。嘘やん。もっとなんか、ね、負けて、負けて、え？負けて、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 え？全然勝てないやん。全然勝てないやんで、苦労して勝って気持ちいいみたいな、もんだと思ったんですけど、あ、これ以上出撃できません。オーバーキル。え？勝ちました。ブンブンネコライダーをゲットしました。めっちゃ簡単にゲットできたというか、レジェンドストーリークリアっす。エンディングね。エピローグっていうん。なんていうん。映画の終わりに流れるやつね。え、こんな簡単にクリアしてよかったんかな。いや、ここまで来るとき、結構むずかったんすよ。本気でむずかった。てか、難易度にすごい下がったんですよ。なんか、え、そんな簡単なステージあるみたいな、急に。けど、いやー、マジクリアできんや、みたいな。このキャラ持ってないと無理や、みたいなのもあったんですけど、これラストにして、超イージーステージ。にゃんこの広報担当が、とんだろうね、いろいろ教えてくれ。タイムトラベル先のみんなの猫たちが、会員番号付きのアイドルだったり、暴走族のみなりをしていたり、どうやら時代を間違えたことは薄々気づいているらしい。そして、レジェンドにゃんこたちだと思って助けたら本人なく子孫だったこと、ある組織が古代の力を目覚めさせようと研究していたこと、真のレジェンドたちを外し、再びタイムトラベル、いや、全然わかんない。話の内容が全然わかんないですけど、古代のキャラが次からね、出るみたいなのは、ちょっと見たから。ああ、太古の大昔へと旅立ったのだった。
そんなわけでどんまい、にゃんこ軍団。頑張れ。おい、適当だな、にゃんこ軍団、おい。にゃんこ軍団よ。夏の旅。真の旅へか。めちゃくちゃ余裕だったな。全クリアボード好きだ。行くつけら、ウルフとウルルン、第三形態の解放可能。あ、これ、結構いろんなところで使えるんですけど、そう、進化できなかったんですよ、第三に。え？めっちゃでかい。嬉しい。で、コニャンダム。あー、これは、あんま使ったことないから、まあ。あ、猫好きみんなもう、これ、無課金最強キャラみたいな、そこまで言ってない。でも、無課金で使える、めちゃくちゃレアなキャラなんで、これもありがたい。え、めっちゃ前あるやん。うわ、出た。これ。無限。どうせ、いや、まじ知らないけど、新レジェンドストーリークリアしたら、極み、レジェンドストーリー。まだそんなん出てきそうですけど。いやー、また新、レジェンドもやんないといけないよねっていう。まあ、なんかすげえな。いろいろ、いろいろ増えたっぽい。どうなんだ、ここの、続きであんのかな。まあ、全然仕組み分かってないんですよね。うわー、やば。こういう感じらしいんだ。緑なんだね。わー、新伝説の始まり。で、これがまた、50ステージぐらいかかんのか。50ストーリー。やば !100、300ステージ。おい、また来年の夏に会いますか。新レジェンドはね。ってことで、まあ、ゲットしたキャラをちょっと見たいね。この辺もね、でもだいぶもうゲットしたんですよね。EX キャラ。さあ、ブンブンネコロイダー。こいつだったんだ。はいはいはい。まあ、使う場面が来たら使おうかなと。これですね。タマトウルルン。あ、素材がね、出たこの右色の古代マタタビ。こういう系マジで持ってないんですよね。いや、でも覚醒タマトウルルンは、マジで強いイメージがある。よくいろんなステージで使えるんで。よっしゃい。ってことで。いやー、まあクリアしたんでね。やるしかないっしょ。今、ちょうど都合よく超猫祭来てます。はい。超猫祭。まあサマーガールズは、いやーまあ、可愛いんだよな。可愛い水着ギャルは、それ欲しいよ。一回引く？いや、一回引くわ。ちょっと一回一回だけね。水着ギャル。この左から、一番左のピンクの子か、まあ左から三人目の、ちょっとおっぱい大きい子ね、当てます。いやーまあ全然いらない。全然いらない。本当は超猫さん引きたいんですけど、まあ水着ギャルもいいやろ。みんな好きやろ。うん。さあ、ギャル？おいで。うっ！全然おばさん！ちょっと待って。でも持ってない。普通に嬉しい。普通に持ってないけど、このガチャのキャラじゃない。アクアシューターさっき。ギャル？ギャル？うわ！うわ！うわ、来た！どれだ？絶対持ってない。いやー、灼熱のビーチ、クーちゃん。いや、まあ、可愛いからいい、いいけど。まあ、俺のお目当てではなかったという感じですね。まあまあまあ、もうギャルはいいやろ。普通に限定欲しい。さあ、ちょっと超猫祭引くわ。超猫祭で、ちょ、今聞いて欲しいんですけど、あ、こっち見せたら早いか。俺限定キャラ、持ちすぎてて、これやばいんですよ。この何、ごく猫祭と超猫祭の限定をほぼ持ってるんですよね。で、持ってないのが、なんだ、ダルターニャの白と、ガルディアンの白なんですよ。もうこの2種だけ持ってないの。あとは、もう全、何、ここの限定は持ってるんで、そう。だから、今、この2種類引けば、蝶猫、極猫、完全コンプリートです。はい。いきます。お目当てはその2種ですね。まあ、白キャスリーとか、白御霊は単純に強いし、俺は大好きだから、まあ普通に当たっても嬉しい。いきます。白ダルターニャと、白ガルディアンです。今、金色だった？ワンチャン。確定ですけど、そうしたら。一体は星5が。星 5？ なんていうの？超激レア。全然違うね。気のせいかもしれない。あー！超激レアだけど、成田海さんいらっしゃい。え？いやー、やばいやばい。普通にやばくね？ 2 連ちゃん超激なんですけど、持ってんのよ。え？やばい！くびるが。くびる。え？やばい。衝撃3連。違う違う違う、全部持ってんだよ。やばいよね。ブリキね。こたつ。いやーまあまあ、いやもう普通に考えてやばい。十分すぎる。これだから、超猫の激、何限定3体。
ちょんちょんちょん。まあ、2体。完全コンプあります。いきます。いや、黄色、黄色、違うか。なんか、惜しいんかな、あれ。白ダルターニャ欲しい、俺は。いや、持ってる顔してる。カタパルズ。持ってる。いや、まあ、1体出ればね、多分上出来なんですよね。あと30連。ちょっと白ダルか、白ガルディアン。1体欲しい。ここで。いらない。違う。やばい、最初だけ？やばい、序盤切り。うわ、ガチャ序盤切りしてる。やばい。全然いらないやつだし、しかも。今日手に入れた収穫何？ギャルだけ。あいつだけ、クーだけだ。やばい。いや、ほんとに、これなら、ギャル引けばよかった。ああ、かわいい。バララが。いや、持ってる。猫坊主みたいなやつだ。こいつ持ってるわ。ラスボースか。いやー、ちょっと待って。衝撃当たってるけど、当たってるけどね。やっぱ限定欲しいよね。いきます。てか、一体も出てないわ。限定。かぶりでも最悪。最悪やで。いきます。ちょっとラスト。マジ頼む。欲しい。違う？違うね。まだだよ。あるよ。ゆっくり。おつけ。白身玉。じゃあ、白ダルタニア。うっ。あー、バラバラか、お前。2体はいらんて。うぅダメだ。やばい。嘘や。みんな。みんな聞いてくれ。やばい。こんな右上に、見たくねえ。夏だからって、限定セールがある。夏だから何でもやりゃええと思ってんだ、おい。うわぁ。買いました。はい。よし。いきます。男の、ラスト30連。これで出なかったら、飛び散り。俺はギャルを我慢した。我慢の代償。やばい！なんでよ。いや、マジで、ダルターニャ欲しいの。ほんとに。全然当たらない。いや、可愛いけど。いや、2連続だけど、からの3連続いや、違う、普通に嬉しい、嬉しいはずだけど嬉しくねえ。4連チャン。いやー、衝撃3連チャンね。いやー、すごいのよ、これって多分。普通に考えて。だって確率 9% とかっすよ。9% 3回引ける ?10 回でよ。いや、マジラストです。あります。落ち着け。匂いを感じろ。だる。行っただけ。嘘やん、マジで。ということで、いやー、まあガチャは、今日はね、ちょっと運悪でしたけど、まあレジェンドストーリーね、一発クリアできたし、次から、新レジェンドか。いやー、まあ長い旅が始まんな、またね、戦い。まあちょっとこういう、降臨系も、いろいろやってはいるんですけど、マジ難しいのクリアできてないんで、まあちょっとその辺もね、やりながらね、引き続きね、頑張っていこうかなと思います。というわけで、お疲れ様でした。またね。